おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は京都建仁寺塔頭良息院副住職伊藤棟梁さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本松慶の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も伊藤棟梁さんとおしゃべりをしていきます。はい、はい、騒動の話をね、昨日は伺ったんですけど、騒動から出て今は随分まあ雑誌なんかでもね、棟梁さんの姿を、はい、見かけること結構あって、まあ、座禅の指導をたくさんしていらっしゃるというところで、はい、うん、で企業とか、はい、そのお寺っていう場所を飛び出して、うんうん、座禅をやったり、うん、指導したり、うんうん、それこそアメリカにもね行ったりとかして、うんうんうん、随分活動の幅が広がってるなって思うんですけど、そういう経験から、はい、ぜひそうだな、なんかまあ、特にそうですね、僕としても興味があるのはその海外の、はい、まあいろんな国ありますけど、まあ、アメリカでもいいですし、から日本の仏教禅を見る、はい、まあ、眼差しが今どんな感じなのかとか、うんうんうん、そこら辺はまず聞いてみたいですね、うんうんうん、マインドフルネスが、はい、まあ、こんだけ広まって、うん、その文脈で興味を持つ人も多いってことですか？多いでしょうね、はい、うん、まあ、間違いなく興味を持ってもらうという意味では追い風になっていると思いますね、うん、確かに。で、まあ、なんかこう日本の中の方が禅とか座禅っていうとすごいこう厳しい難しいみたいなイメージから入っちゃうことが多いですけど、うん、特にこう仏教としてというかやっぱ禅として海外を見られることが多いんで、うん、私に話してもらうときはその時はなんか禅というやっぱライフスタイル、うん、一つの生き方とか、まだリラクゼーションの一つぐらい捉えてる入り口が結構多いんで、うん、なんか話としてはスムーズに行きやすいというか、伝えたいこともこう聞いてもらいやすいところは結構感じてますね、うん、その今ね、禅っていう ZEN で禅って言ったら、はい、まあどこでも通じるっていう状況になっているのは何がベースになってるんですかね。鈴木大拙とかそういうところが最初耕していったんですかね、うん、そうですよね。その後やっぱりスティーブ・ジョブズが禅に傾倒していたとか、はいはい、とか、うん、うん、まあ今やそういう Google とかいろんな IT 企業なんかも社内に、まあマインドフルネスね、そうですね、瞑想ルームがあって、うん、じゃあそのオリジンはやっぱりオリジンにちょっと関わってる分として禅というのは何なんだろう、うん、かな。そうか、でもその今の話だと瞑想をする、うん、座禅をするっていうことだけじゃなくてライフスタイルに広がっているってことですか。うんうんうん、例えばそういうさっきのものをこうね減らしていくっていうのは特にアメリカ人にとったら結構画期的とか難しいことで、自分でものをこう減らしながら生活するというかは、うん、まあ結構メイド文化とかもあったりすると、うん、特にこう自分で掃除とかきちんと片付けることに自分の精神性に影響があるみたいなことはあんまり注目してなかったところ、うん、考えたこともなかった、うん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 、
なんかそういうイメージをまあ ZEN 的に全と捉えられる部分もあるなとは感じてますね。うん、そっか、それは、まあ、ミニマリズム、うん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 、そうですね。でそれが転じてデザインにもこうミニマムなデザインでみたいなところもなんか全と言われたりする部分もあるなっていうのを思いながら、こんまりの影響もあるんですかね、うんうんうん、そうそうそう、なんかあれも結局ね、彼女は善だっていう人もいるし、うん、うん、そうですね、そうか、あの座禅をじゃあ企業で、はい、アメリカでやっ、あれどこでやって、Facebook とかでやりましたね、うん、フェイスブックのじゃあ、あそこはシリコンバレーの、はい、メンローパーク、うん、そこで何人くらい集まってくるものですか。あそこでやった時どれぐらいですかね、 20-30 人だったと思いますね、うん、社員が、社員が、はい、うん、で、うん、なんだろう、どんなテンションなんですか、その来る人たちのモチベーションとか。なんかね、社内にまず部活動みたいなのが結構あるみたいで、はい、それはヨガ部だったかな、瞑想部だったかな、もうそもそもちょっとそっち、うん、そういうなんかこう瞑想みたいなことにはもう慣れてるメンバーで、うん、お、なんか日本からそういうお坊さんが来て一緒に瞑想するんだったら、まあ、ワクワク楽しみみたいな、はい、本当ワクワク楽しみにな感じだったと思いますね、うんうん、なんか日本人だったら多分ね、とか日本企業だったらなんかやっぱよりなんかお坊さん来るのがちゃんと真面目にしようとか、はい、こう伝統をちゃんと学ぼうみたいなとこから入っちゃう場合が結構多いと思うんですけど、うん、なんかそこが大きなまず受け取り方の一歩目が違いますよね。そうですね、本当違いますよね、うん、うん、ちょっとね、あの正座してピシッとしようみたいなのあったりするけど、うん、まあアメリカとかね、あっちの人でなんかお寺、まあ場所がお寺であっても、うんうん、まあ文化がないんで、うん、そういう、うんうんうん、なんも本堂でも気にせず、それこそなんか、うん、こっち話してでなんか相手はネハンズみたいな座り方座り方寝転がって聞いたりとか、完全にいますよね、そういう人、いますいます、うん、そのフェイスブックの本社の中でやった時も、あっこは全部1階の平屋でオフィスがあって、上は2階というか全部屋上が芝生スペースになってますね、はいはいはい、その芝生スペースでみんなヨガマット持ってきたかな、ヨガマット持ってきてそこにバーって座ってる感じで、いい感じです、そう、だからもう待ってる人の中にはもうそれこそネハンズですよ、寝転がって待ってる人もいましたし、うんうん、まあ話し始めても全然こうなんかね、背中を伸ばそうみたいなのから入るんじゃなくて、うん、とりあえず楽な格好して、はい、でもそれはすごいね、自分が伝えたいことは伝えやすいスタイルだなとは感じてますね。ああ、むしろね、うん、うん、でその伝えてみてどういう反応ですか。うん、なんだろうな、まあ単純にすごくこうよく聞いてくれるので、うん、まあ終わき話をした後の質問もこうしっかりこうクリティカルな質問も多いし、うん、なんかなんだろうな、日本だとそれこそ形式的な質問とかを結構受けることもあるんですけど。なんかそんなんがなく、ちゃんと自分の生活にどう取り入れたらいいかみたいなところがにこう意識が向いてるなって感じがします。うーん、あ、そっか、その生活と切り離してやるっていうよりは本当になんか役立てようと思って、うんうんうん、一生懸命聞いてるっていう、うんうん、なんか伝統文化の学びとして入れるんじゃなくて、今の生活にちゃんとプラスにしようっていう構えがもう明らかにありますね、はいはい、うん、なるほど。ちなみにあれですよね、うん、英語でやってるんですよね。その時英語でやってますね、うん、はい、英語は なんかあの想像で頑張るわけでもないだろうし、はい、結構やったんですか。いや全然ね、今も苦労してるんですけど、あ、さっき あの京都にずっといるって言ってたんですけど、4ヶ月は修行道場出てからオーストラリアに行かせてもらってるんですよ、うん、ほう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 。でなんかその受験とかでは英語得意だってちょっと調子乗ってたのもあるんですけど、え、あのオーストラリア行って全く喋れずここまで喋れへんかっていうのに愕然とショックを受けたんですよね、うん、むしろその4ヶ月は何もだからできず、そこでスイッチが入って、これじゃいかんと、これじゃいかんと、調子乗ってたのに喋れないじゃないかというのをもう逃げようがなくなるぐらいこう
こう打ちのめされたんで、うん、もうそこからあの京都も外大生とかがたくさん留学できてるんで、はいはいはい、その人一人友達ができたら、うん、そこからも数珠つなぎに友達を作ってですね、へ、鴨川とかでちょっとそれこそ、うん、あの缶ビールとか飲みながらもうとにかくコミュニケーションだっていうので、うん、なんとかこうコミュニケーションできるように。そっか、はい、あ、じゃあ結構まあ独学っていうか、あのストリートで、そうストリート本当に、うん、鴨川があってよかったっていう、うん、確かにね。まあね、留学生は留学生でお坊さんと喋るのもすごく大きな経験だから。そう、あの実際ね、エクスチェンジっていうので、うん、1時間英語をその留学生から教えてもらって、うん、1時間仏教のことを教えるみたいなことをやったことがありましたね。へえ、いいですねそれ。そうだよな、そっか、それで、うん、使える英語を身につけていったわけですね。うん、そうですね、うん、でも全然あの結構ね、日本語で言ってるのも3分の1ぐらい内容しか喋れない自分がずっとあって、うん、でも去年、あ、2018年か、はい、2018年にホテルで、お寺じゃなくてホテルに行って座禅をするっていうのを、うん、もう週5ぐらいやってたんですよ。へえ、もう自転車で行ったら5分ぐらいで行ける距離に、はいはいはい、まあホテルラッシュ、インバウンドラッシュみたいなタイミングですね、ありますからね。そこに行くともうほとんどお客さんは海外の人で、はい、そこで英語で、まあ、毎日のようにだから使って質問を受けてってやってる間にちょっと喋るようになったんですよね。おお、そっか、京都にいながらにして、まあ、たくさん外国人来るから、はい、うん、留学みたいなことができちゃうわけです、はい、そうそうそう、そっかそっか、それは賢い。うん、ね、なんかストリートでまずちょっとベースを作って次ホテルを活用させていただいてみたいな。うん、なるほど、はい、そっか、インバウンドね。まあその方がかえっていろんな国の人が来て、うんうん、あ、そうでしたね、いろんな英語があって、うん、その通りですね。そうですね、うん、その方が使えるかもしれないな。そうか、うーん、あの雲水さんの指導じゃないですけど、はい、こうみんな個性があると思うんですよ、うん、その同じ Google なら Google の中でも、どれなんだろう、で来る人たちが生活に、うん、その禅の知恵とか、はい、プラクティスを取り入れたいって、うん、まあ、それぞれの生活も違うんですけど、その人たちになんかどういうものを持ち帰ってもらいたいっていう意識でやっているんですか。一つはキーワードは結構可能性みたいな言葉で、う、うん、なんかその知恵なりプラクティスがあって、やっぱり自分のまず可能性をちゃんとこう信じ直せるようになる。うーん、なんか遠いようですけど、実は座禅のを理解していくプロセスって結構そこも関係している部分があってですね、うん、最終的にだからその可能性みたいなキーワードで、自分の可能性をもっと信じると、まあ簡単にいかないけど、まあうまくいくと夢がもっと広がる、ビジョンが描けると、うん、そうなるとなんか人のビジョンにも興味を持ち始めれる、うん、すると人の可能性も信じれる、うん、となんか人と人がもっと信頼し合える、うん、なんかそういうところを一つ、いつももともとあの学校の先生になりたいとか言ってたので、実はそこはちょっと根っこにはつながってて、うん、なんか人が可能性をパッとこう見始めた時の目の変わる瞬間に出会えるのがすごい好きで、うん、なんかそれは禅を通じてもすごくできることだし、なんか禅の一番自分がこれからも自分自身が禅によって助けられた分、育まれた部分で、やっぱキーワードはそこは可能性だと思ってるんで、うーん、そういうのを伝えていけたらなと思ってます。そうか、いやそうですよね、可能性がね、一人一人あのいろんな可能性があって、それが開いた時の、うん、うん、に それが開くっていうことは、その人自身がその可能性を、まあ、信じ始めるっていうか、うんうんうん、でそこの場に立ち会える、うん、目撃できるっていうのはすごくね、喜びですよね。そうですね、うん、確かにな。でも意外と禅というものにあんま可能性とかって結びつけて
考えてる人意外と多くないかもしれないですね。そうかもしれませんね、うん、そうだと思います。はい。でもこう自分という意識、うん、自分と思ってるものでもいいんですけど、うん、それってやっぱり生活の中で人生の中でああだこうだ言われてすごい可能性を自分で縮めちゃってる部分があって、それがなんかこう枠だとすると、うん、外からのこう枠みたいなのにこう阻まれてるとすると、その枠を取っ払うのがプロセスが善だとすると、うん、枠取れた後どうなってるのっていうと、やっぱり可能性がもう一遍見出し直せる、うん、再発見できることだと思っていて。そうですね。でこれはなんかそういう精神性という意味だけじゃなくて、座禅自体のプロセスが自分がお伝えしているのは、うん、より周りの音をもう一度聞き直したり、匂いを嗅ぎ直したり、うん、体の細かな変化をもう一度こう感じ直すと、うん、やっぱ再発見がすごいあるわけですね、うん、すると、あ、自分ってこういう意識だと思ったのがもっと周りともつながってるんだ、うん、だ周りも取り込んで自分なんだって思えるだけでももう自分の可能性は結構広がっていってて、うん、頭の中の独り言だけを自分とさせちゃうと、はいはいはい、なんかまたつまんないパターンに自分はハマってるぞっていうのでこう、うん、悶々としちゃうと思ってるんで、うん、なんかそういう座禅の指導自体が本当にもう一遍可能性をどう見つけ直すかっていうのと自分は直結してるんですね、うん、なるほど。まあ、頭の中でこしらえた自分を自分だと思って、うん、そこに押し込めちゃってる人はまあものすごい多いですよね。その通りです。自分もやっぱりそうでしたし、うんうん、それをね潰していくプロセスというか、なんか和らげたり広げるプロセスっていうのはなんか自分は結構時間かかりましたけど、それはなんか回り道しちゃったなって思いとかもいろいろあるんで、なんか人にはそれをシンプルにどう近道というのか、どうダイレクトに伝えれるのかなっていうのはいつも考えてますね。うん、そうだよな。なんで押し込めちゃうんですかね。うん、でもやっぱり周りからいろいろ言われるじゃないですか、うん、気にするなって言っても結構無理がありますよね、うん、でその周りに言われたことをまた独り言でそれを、ああこう言われるのもこういう部分が自分であるしなとかいうふうにこう納得するプロセスにすごいこう自分の可能性を削いでいくものがあると思うんですよね、うん、ある意味致し方ないというか、うんうんうん、もう一度大人になってというか、自分がこうやってなんか生きていくんだっていう自分の生きることに自覚的になった時にこうあえてこう剥ぎその枠を外していく作業はしなきゃいけないでしょうね、うん、今言いたかったのはだからどうしてももう自分を押し込めちゃう枠ができちゃうと、うん、生活の中でそれはしょうがない、しょうがないと、なので一緒になって、まあ、誰かそれをパートナーに見守ってくる人もいる中で安心した上でそれを剥がしていくというプロセスはこう練習のようにやっていくしかないかなと思いますね。うーん、仕方ないから枠ができちゃうこと、押し込めちゃうこと自体が悪いことってわけでもないという、うん、という気はしてますね、はい、うん、まあ、自分も完全にそれはね、ハマってましたし、それをもともとずっと持たずに生きてきた人っていうのはちょっと自分は想像がつかない、うん、うん、本当仕方ないと思うんですけど、うん、でうまく外せてる人はいるわけで、多分どこかでハマったけどまた外せたりっていう、うん、このきっかけは別に善じゃなくてもいいんでしょうけど、まああえて自分ならばそういう働きを善と呼びたい、うん、呼びたいって感じですね、うんうんそうですね。まあその辺の外すのが上手になってくると、うん、あえて身につけてみたりとか、あ、なんか面白いですね。そう、あれは今のでも視点面白くて、外すって言っちゃうとなんかね、もう二度とこう絡まれないみたいなイメージですけど、うん、外したと思ったところでまたその新常識がまた自分を狭めたり、うん、こう 次、 そうですね、次から次皮が分厚くなっていくというか、うん、で言った後に遊びのようにもう一遍でも自分をはめ込んでみたりとか、うんうん、そうですね、それが自由自在になるとね、うん、いいですね、うん、いいですね。そうさ、あえてこの場ではもうこの役割を全うしますみたいなことも、なんでこんなことしなきゃいけないのかから変わっていったりしますもんね、うん、そう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 、逆にこだわりなく、うんうんうん、
そういう役割は役割としてやれちゃったりっていうのも、うん、そう、それがまあはまり込んじゃうと苦しくなるけど、うん、自由自在になると、うんうん、逆にあえてやるっていうこともできるようになるんじゃないかな、うん、それはあのそれこそこうね世の中が複雑になって、うん、人生そう寿命も伸びてあの人生で経験しなきゃいけないトランジションも増えていくという時代においては、うん、まあ、そこをこう、や破ったり、うん、またちょっと身につけてみたりみたいな、うん、その技術っていうのはすごい大事になりますね、うん、大事ですね、うん、はい、あ、じゃあ今日はこの辺で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださりありがとうございます。2021年2月17日より全3回のオンライン講座音の巡礼山の巡礼身延山編を開催します。これまでゲストに出てくださった日蓮宗のお坊さんと身延山の音を聞きながら対話をし、音を通じて仏教を体感するひとときをお届けします。参加申し込み方法など詳しくはノートマガジン松本昇慶の北条庵または音の巡礼をご覧ください。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ行ってらっしゃい。
このポッドキャストはノートマガジン松本商家の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。